皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日はですね、旭川市議会議員上野和之さんからね、いろいろお話を聞いてまいりました。2回に分けてね、お話をします。前回、謝罪のね、をお受けしました。それとは別に2回、お話を伺ってます。簡単な項目、中山教頭の発言について、まずこれ最初に聞いてみましたね。中山教頭の発言ね、次、金子校長が発信した文書、分かりますよね、鬱別川に、入水した後に、地元のメディア旭川という、ね、情報月刊誌があります、それに書かれていたこと、ね、それについて出した文書、またそれもね、後で詳しく話したいと思います。あと、校長先生の天下り、ね、教頭先生の出世、ね、教員の評価。ね、いじめの対応、学校の体制、こういったのがどうなのかというね、ことをね、聞いてます。それでまずね、この金子校長が発信した文書、令和元年9月17日、タイトルは生徒の安全確保と文化祭の円滑な実施について、旭川市立北西中学校金子圭一同 PTA 会長、名前が入ってます。でここにですね、先日地元情報誌に本校に関わる記事が掲載されました。ありもしないことを書かれた上、いわれのない誹謗中傷をされ、驚きと悔しさを禁じ得ませんというような内容の A4 の文章です。そういった内容を発信したことについてお話を伺いました。それでは、私と上野和之さんのね、まあ、インタビュー動画ご覧ください。お願いします。まあ、聞きたいことはね、すべて、旭川のこのいじめの問題、はい、14歳の女の子が、亡くなったということについて、お話を伺いたいと思います。11月1日の一般質問でも、上野市議がね、自分のプライドと自分の後輩、ね、今教員やってる者たち、旭川の教職員で、もちろん多少オーバーに行ったところはあるかもわかりませんけど、皆さん真摯にね、ちゃんと取り組んでると、そんな隠蔽なんかすることはないというのことをおっしゃってましたけど、これはね、11月9日、火曜日 NHK のクローズアップ現代の中で、教頭先生、まあ、管理職だからお名前出しますけど、中山教頭先生がご遺族に、発した言葉で、10人の加害者の未来と1人の被害者の未来、どっちが大切ですか？10人ですよ。1人のために10人の未来を潰していいんですか？どっちが将来の日本のためになりますか？もう一度冷静に考えてみてください。と、中山教頭先生が、ご遺族の母親にこういった話をしてるんですけども、これについて、上野さん、どう思いますか？率直に言って、はい、まあ、中山教頭がそのことについて何も今触れてないので、はい、そこをまず聞きたいなと思っています、うん、ですよね、うん、なんで上野さん聞かないんですか、中山教頭先生に、うん、聞いたんです。あ、聞いた、はい、ところが、まあ、第三者委員会、彼と私もともと同僚だったんです。そうですよね、はい、だから聞けるかなと思ったんですけど、はい、一応聞いたんですか？聞きました、はい、電話で、直接電話です。電話で、はい、第三委員会で公式の場で答えたいということで言われました、うん、でそれで言われて、上野先生は何ておっしゃったんですか？それ言われたら私何も表示できないので、うん、まあ、そのぐらい彼やっぱ慎重になってるのかなっていうふうに、うん、だけど、まあ、これ NHK でね、流れるぐらいで、まあ、もちろん私もこのことは前から言ってます。ただNHK なりテレビなりが言うってことは、ちゃんと裏が取れてから言ってるんだと思うんですね。これ西川さん、まあ、前市長にも私質問しましたけど、いや、これが事実だとしたら、いや、もうそれは大変なことですよ、許すべきことじゃないって今はおっしゃるんですけど、皆さん事実だとしたらっていう枕言葉をつけるんですね。これがじゃあ事実だとしたら、はい、上野さんどう思いますか？いや、事実だとしたら大変なことで言ってると思います。大変なことってのはどういうことですか？というのは、まあ、もちろんこれ亡くなったっていうことをやっぱり一気に考えなきゃならないですし、はい、その加害者と被害者で人数でこちらは大事だっていう、その今の言葉を取るとですね、はい、そういうこともおかしいと思いま
ますし、やっぱりまあ我々全ての子はやっぱりあの教師ですから見なきゃならないですけれども、それを比較してどっちが大事なのかということはおかしい。私は10人の加害者の未来も大事だと思いますよ。ね、更生させなきゃいけないし、本当に加害者ならですよ、更生させなきゃいけないし、反省させなきゃいけないし、どうするのか、まず罪を償ってからとかいろいろあるでしょう。だけど一人の被害者の未来もこれ大変なことですよ、ね、と私は思うんですね。だから今本当に上野さんがおっしゃったように比べること自体がナンセンスなんですね。あとここに10人の加害者って言ってるんですよ。よく10人の加害者って知ってるなと思ってですね、これは本当に私もびっくりしました。まあ、2019年、6月に鬱別川にね、入水をするんですけども、そこの状況についてはいろんなことを言われてて、私も見てたわけではないのではっきり申し上げられないですが、このことがね、2019年の9月に、メディア朝日川というね月刊誌に、載ったんですね。その時に当時の金子圭一校長先生の名前で文書が出てます。メディア朝日川に書かれていることは嘘だと、ね、いうことを金子校長が文書で流しているんですと。それについてはどう思いますか。金子校長も後輩ですよね。同僚ですよね。まあ、そこもですね、私 なぜそこまで強くない事実は、そういう事実はないというような内容でしたよね。はい、もうそれご存じだと思うんですね。はい、だからそういう内容で言ったのか、その理由がやっぱりあるのかなと思ってるんですよ。はい、それもまだ出てこないんで。それは聞かれてないですか。それも聞いてないんです。金子先生には、はい、聞いてないんです、うん。まあ聞いてないっていうか、そうですね、聞いてはっきりは聞いてないんです、ね。これ私が逆に思うにね、まあ前回11月1日は上野さんはね、後ろにも来てます教員の方のことだと思うんですけども、教員の方をねの名誉とね、まあ皆さん一生懸命やられてると、名誉と誇りが思って仕事をやってると思うんですけども、そのことを全面的に出したいのもよくわかります。私も同じような組織でね働いてましたのでわかりますけども、今回だけはまあそういった適切でない不適切な対応があるのは事実だと思うんです。今回のことを見れば、これは上野さんが自分が元いた職場を守るっていうよりも、逆に守る意味でもこれが事実かどうかっていうのは、これ一般の市議会議員では簡単には分かりませんよ。ね、これはそこで、しかもその組織の中でトップでいた上野さんね、トップでいた人間だからこそ分かることってあると思うんです。ね、もちろん守りたい気持ちも分かりますよ。だけどやっちゃダメなことはやっちゃダメじゃないですか。それを上野さんはバチッと切る方がかっこよくないですか。いや、その理由が分かんないんですよ。いや、理由が分からなければ、自分で言って面倒くさがらずに、ね、お前、中山どうなんだよ、ね、って聞くなり、金子先生も後輩じゃないですか。ね、まあ、金子まで何やっとんやと、ね、これどうなのと。でもこれじゃまずダメだから、うん、第三者委員会もそうだけど、まず先に謝罪が先にするもんじゃないの、うん、っていうようなことを私はまあ教えといてもらいたいっていうか、ね、教えていただいて、それはやっぱり解く、それはやっぱり先輩である上野さんの仕事じゃないかなと思うんですけど、どうですか。まあ、私もですね、その理由についてはまだはっきりと聞いてないんですけど、ね、はい、そのやっぱりこのその対応ですね、対応についてはダメだと思っていう話はさせてもらってます。そう、ダメだと思ってますよね。思ってます。いや、ダメだと思ってたら、いや、うちの旭川の職員は、そんなことする人一人もいないとは言えないじゃないですか、この前言ってましたけど。まあ、それは内容違うんで、私がそういう人いないっていうのは、はい、この出世だとか天下りだとかを考えて、そのいじめを、報告を滞るような、そんな方はいないっていう。いや、それもいますよ。あ、そうですか。いますよ。私が言ってるのは校長の出世代になって、私が言ってるのは教頭先生の出世、校長先生の天下りです。学校の先生の評価が下がる、担任の先生っていうのも聞きました。ですから校長先生が、まあ、多分校長先生やられてたんで、うちの学校からいじめ出さないぞと、ね、いじめ出さないようにやろうって言うと、教頭も分かりました、やりましょう、学年主任に行く、担任に行く、
ね、で担任からこういじめ、いやもしかしたらこれいじめかもわかんないんですって言うと、学年主任が、まあ、それはいじめじゃないだろう、それは悪ふざけだよと、なんとかお前の中でうまくまとめろ、ね、まあ、うまくまとめるならいいけど、まあ、そんなのはもみ消せ、まあ、分かりませんよなんて言ってるかは、ね、それは、ね、そういうふうに言って言うやるんだよと。だから校長先生まで報告が上がらないんじゃないかとか、いろんな話がある。実際これは若い担任を持っている先生からそういう話を聞きました。これ今年です、もちろん。今年に。どこの中学校っていうと、あの例の中学校ですよ。の先生が。そういったのが実際ありますと。で、そうじゃないと、教頭先生が今度校長になるのが、なれなかったり、なるのが遅れたり、本当は次校長になれるのがもう一年そこにいなきゃいけなかったり。で、校長先生は本当はここに再就職するはずが、ちょっとランクが落ちたり、もっといいところに行きたり、することがあるんですよ。っていったようなこと、まあ、上野さんもね、自分でご商売されたんで、そういった恩恵にも預かってないかもわかりませんけど、うん、まあ、そういったことをやっぱりおっしゃる先生も実際にいます。あ、そうなんですか。まあ、幸い私の周りにはいなかったということなんですかね。私はあまりそういう話聞いたことないです。私自身も、うん、部下というかね、一般の先生方にそういうことを話したこともありませんし、はい、私の前の先輩からそうやって言われたこともないですし、やっぱ私が思うにね、あの校長先生がちゃんとしてたら、うん、大体ちゃんとしてます、うん、私の感じで、うん、ですから金子、ね、金子校長がそんな文書出したりいくつのことしてるじゃないですか、うん、ね、だから中山先生も中山教頭もそうだと思います、うん、これは旭川です。私が今静岡県の御殿場というところでも同じようなあのいじめ事件やってます、うん、そこの校長先生もいい加減なんです、うん、そこの教頭も担任もいい加減、うん、本当同じなんです。まあ上野さんはあの校長先生長年やられてますから、あのよくわかると思うんです。いじめなんていくらでもあります。いや、あります ね、 いじめ ね、 ありましたね、 あったでしょ。それはいじめはあるんですけど、そこをいかに小さく抑えるか、小さく抑えるかってもみ消すって意味じゃないですよ、うんうん、その目をつむ行為を先生とか親御さんとかいろんな方でこう、時には警察が入る場合もありますけども、こうちゃんとカバーしてくれるじゃないですか、うん、でそれをほっぽって、ね、隠蔽しようとか無視しようとかないことにしようとかしてるから、こんな大きくなっ、トップが変だとやっぱりそうなるっていうような気はするんですけど、先生はどう思いますか。あまりですね、私はその下にまだ管理職になる前に仕えた校長先生方もみんなしっかりしてたんですね。それは、はい、私の周りではそういうことはあまりなかったんですよ、はい、皆さん立派な校長先生だったおかげで、はい、まあ、そういう隠蔽とかそういった類のことは私は経験してないです。で、私は教頭校長と上がっていった段階においても、当然それを隠そうとかそういったことは私も経験はないです。だ起きたことは、ただいじめはあったでしょ。いじめはありました、はい、ね、いじめはありましたし、それに対してはまあ全職員でそのクラスの先生が悪いわけでもないですし、はい、起きたことは起きたことなんで、関われる先生方みんなでやっぱり協力してやっていったっていうのが私の経験。そうですよね。じゃあなんで今回の北西中学それやらなかったんですかね、うん、そうですね。私もだから、そのいじめ、私はあの今月の14日の調理委員会の中でも言ったんですけれども、はい、まあ、その時点で、まあ、いじめだって判定できなくて言ったとしても、まあ、あのかなりいじめに近い形は疑い値っていうのはあったと思うんですよね、はい、だからその時点で速やかに対応すべきだったろうという考えで、私はその時校長だったら私は対応したと思いますって私その委員会の中でも言ってるんですよね。あ、そうですか、ね、だからそこをなぜこうやらなかったのか、まあ、やっただと思うんですよ。あの対応してるんです。全くしてないわけじゃないです。聞いたらあのちょこちょこと、あの本人のところにも 病院も聞きに行ったりなんかもしたり、いろいろ試みてはいるんですよね。だからやってはいるんですけれども、それがこう親に伝わってないっていうか、保護者にやっぱりこう誠意がやっぱり伝わってないってことが私一番の問題だったのかなと思うんですよ、うん、今、前編をね、ご覧いただきました。まあ、あのこれね、取り調べだとかね、尋問ではございません。私が上野さんに、お話を聞きたかったことをね、正直に聞いてみました。どうしてもちょっとね、私の思いが、あの、強いので、あの、上野さんから、こういうね、誹謗中傷を受けたから
とは全然関係ないんです、ね、どうしてもこの思いが強いのでああいった口調になってしまいました。上野さんにもねちょっと申し訳なかったという話はしましたけどもね、どうしてもこの教頭先生の話、校長先生のね発信した文書、ね、等については分かりましたと、そんな簡単にね見過ごすことはできない、看過することはできないということね、上野さんも非常に先生の OB として、教員の OB、 校長の OB として、まあ、苦しい立場があるんですけどもね、お話を伺いました、はい。続いてね明日にはね後編をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問ご相談、そういったことがありましたらぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあればそういったものもですねぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。